山梨県道24号都流道支線は山梨県鶴市から南鶴郡道志村に至る県道である。鶴市から道志村に至る路線である。関野川の上流へ向かって走り、道坂トンネルを越えて道志村に達する。道坂トンネル付近は典型的な山道となっており、カーブが連続する。富士急バスが鶴市から道志村、月夜野までの路線を設けており、 経路になっている。1995年頃の道坂トンネル付近の道路、ローリング族の走行が確認できる。道坂トンネルより、鶴方面道坂峠区間は1990年代初頭は、思考も新しく、交通量もさほど多くなかったため、快適な路面、道路環境に置かれていた。しかし、春間な山道を登る道所は、急カーブの連続であることから、 次第に違法競争型暴走族のローリング族やドリフト族が集まることとなった。もっぱら二輪車は日中、四輪車は夜間に走行していたらしく、最盛期を誇った1993年から1994年頃には、二輪車だけでも50台から100台、前後の暴走者が違法競争行為にふけるようになった。それに伴って、自損事故、人身事故も頻発し、 全員の通行者を巻き込む事態となった。また、油性スプレーによる路面等への落書き、ガードレールへの落書き、糞尿問題、ゴミ問題、騒音問題も顕在化し、地元警察による交通取締りが実施される一方、路面には速度抑制補装が施行された。また、ダンプカーなど重量車両の交通量増加による路面への負荷などによって、現在では、 必ずしも良好な道路環境にあるとは言えないところである。ありがとうございます。